大家好，我是大叔 Pizza。 主线第二部的第三章，陨星的真相。出场阵容有艾尔文、拉娜、露娜、雷丁、莉亚娜、赖剧。咁艾尔文同拉娜啦，系我喺呢一关里面嘅主力攻击手嚟嘅。敌方喺 boss 嘅天赋底下啦，佢哋会喺行动结束时回满 100% 嘅血，并且喺死亡嘅时候会以 100% 嘅血量复活一次，但只会触发一次呢个后果嘅啫。咁喺第二回合啦，魔剑同埋三只骨战手咧就会增援我方嘅。基本上个骨战手啦，你可以当作系忍住两个人，佢哋敌方两个法师放咗陨石 AOE 嘅用途。咁佢哋骨战手死咗，对个战士咧嚟讲完全冇影响嘅。咁喺先杀掉咗两位剑兵之后啦，咁剩翻个画面你会见到系两个枪兵，两个法师。咁尽可能嘅话咧，就先杀咗法师佢先。因为法师每个回合都会放呢个群体强化，咁叠起上嚟咧都会好麻烦嘅。咁影片里面初次打啦，所以冇注意到呢一点啦。咁就杀咗个枪兵先嘅，我系。咁另外啦，由于敌人会复活一次嘅关系啦，枪兵咧就会以 50% 嘅机会令到近战攻击佢嘅敌人晕住，系战斗后。所以艾尔文咧就尽量唔好喺枪兵复活前出手啦，以免被个枪兵晕完咗嘅。咁但系影片里面两次被晕啦，都系同样第一次打嗰阵冇注意到嘅。咁最后啦，左上方啦，而家画面嗰度有棵果树啦，咁系150个红瓜子。咁最后祝大家顺利通关，拜拜。ご命令を。私の信じる心です。もう私の行動スタート。全力で行け。よし、正面突破。行動スタート。よし、正面突破。はい、
私の信じる心です。ターゲットは？そうだ、準備完了。一人も逃しません。消えなさい。行動スタート。もう私の番？まだ終わらないよ。全力で行け。ご命令を。ご命令を。はいよ。はいよ。ご命令を。ターゲットは？はい。行くぜ。ご命令を。ご命令を。これが私の信じる心です。行くぜ。準備完了。準備完了。行動スタート。一人も逃しません。消えなさい。ご命令を。全力で行け。ターゲットは？はい。え？もう私の番？
つける時が来たな。ご命令を。Mm-hmm.